カットファストボールは野球における球種の一つ。日本ではカットボール、まっすらアメリカ合衆国ではカッターと呼ばれることが多い。カットファストボールの握りの例直球の握りから人差し指を少し中指側にずらして握り、リリースの際にボールを切るように投げる。直球とほぼ同じ球速で小さく鋭く変化するため、打者からは直球との見分けがつきにくく、 直球と思ってスイングしに行った打者のバットの芯から外させてボンダに打ち取る目的で使われることが多い。特に投げ手の逆側の打席に入る打者の内角に投じ、バットを詰まらせるのが有効であるとされる。横に曲がる、斜めに落ちる、縦に落ちるといった変化の種類があり、速球がまっすぐ進まずに常時このような変化をする投手もいる。代表的な使い手としては、 マリアノ・リベラやアンディ・ペティット、ロイ・ハラデー、ジョン・レスター、ケンリー・ジャンセンなどがいる。特にマリアノ・リベラは史上最高のリベラのカッターは90マイルパー半ばを超える急速で約20センチメートル変化すると言われ、空振りを狙うことも可能であった。日本人選手ではカットボールを広めたのは武田和弘と言われている。ファイターズ時代にチームメイトだったマット・ウィンタースから カットボールの存在を聞き習得し、武田のドラゴンズ遺跡後に、川上健進がこれを習得、日本屈指のカットボーラーとなった。その他には、ダルビッシュ有、松坂大輔、三浦大輔、藤波慎太郎、松勇樹、山本義信などが投げ、2000年代から日本球界でも多くの選手が使用するようになったが、松井秀喜愛とお勤めによると、 日本人選手の投げるカットボールはスライダーに近いものがほとんどだという。この球種を投げる投手は古くから存在したが、セ玉やまっすらムービングファストボールなどと呼ばれていた。2000年代に入ってからカッター等の名称が広まり、2003年には実況パワフルプロ野球などの野球ゲームにも採用された。野村克也は皆川むつが日本のプロ野球界で初めて カットボールを投げたと語る。日本では、利き腕の反対方向に変化するスライダーと直球の中間のような球種として認識されているが、もともとはボールを切る投げ方から名付けられた球種であり、アメリカでは変化の方向に関係なく、カッターと呼んでいる。また、利き腕方向へ変化するカットボールを稀に、リカットボールと呼ぶ場合もある。ありがとうございます。